はい、ただいま裸島駅に来ておりますが、まあ、ここは結構ね有名な駅でして、ね、裸島でございますね。こんな島があったら実際どれだけ楽しいかなんてね、僕一人で勝手に、妄想っていうか想像してるわけですけどね。ここはどういうかって、まあ、山梨県のちょうど身延線ですね、富士と、甲府のちょうど間ぐらいにある駅でございます。裸島、ね、降りるときにちょっと笑ってしまいましたけどね。こういう駅の感じでございますね。でここは待合室なんですけど、待合室結構いいです。僕的には好きですね。こう締め切りになってるんですけど、開けるとこうね、こう中にこう入ることができて、これもう駅寝するにはすごくいい感じの待合室ですよね。ちょっとガもいますけどね、昼なのに。で駅はまあこれぐらい、まあ大体4両ぐらい止まれるような長さです。でも駅前はね、もうこういう風に水田が広がってて、後ろはもう山ですね。で、もうこっち、駅の、こっち側はもう裸島の集落があるんで、もう、さすがに、うん、こんな感じでございますね、この裸島は。うん。で、まあ、歩いてね、駅舎の方に行こうと思いますけども、上託寺というのがあるんでしょうかね。こんな感じで、天然記念物の、葉付き一丁割り、ちょっと15分ですよ、行けるんですよね。でこういう風にですね、この裸島でございますね。実際皆さんですね、普通に服着てますね。っていうあんまり歩いてる人がいないんで、どういうことかっていうのをね、ちょっと聞きたかったんですけど、人がいないんで、で結構こういう風にですね、自転車も駅に置いてあって、結構じゃあ中学生や高校生の利用が多いのかな。まあ学生さんの利用が多いんでしょうね、やっぱりね。特に駅舎もまあ普通に入っていきますと、まあ待合室っていうか結構涼しいです。なんかまあ結構どこの無人駅にもあるような感じで、まあ料金表があって、結構ね、ちょっと反射してますけど、結構こういうふうに1時間に1本ぐらいの割合で来るんですよね、電車が。まあほぼワンマンカーなんですけども来ますので、結構来やすい駅なのかなっていう感じで、まあ1日、1時間に1本くらいあるんで、14、5本あるんでしょうかね。で、こう駅前広場行くと、こういうような感じで、結構駅の前広いですよね。それで、もう集落で、裸島の集落ですね。皆さん、裸では住んでないですね、さすがに。こんな島があったらどれだけいいかっていう感じですけど、現実は厳しくて、まあ、こういう農村地帯ですと、結構若い人がいなかったりして、じっちゃんばっちゃんばっかりで、じっちゃんばっちゃんばっかりの裸島っていうことになっちゃうと、ちょっとね、テンションもガタ落ちになっちゃうんですけど。郵便配達の方が来て、ポストがあるんですよね、あそこに。ポストがあって、ちょうど回収しに来たところでございます。で、こういうふうに行くと、まあ、駅の中にありまして、なんか、選挙の、町長のポスターとかあって、この2人のおっさんの一騎打ちってところですな、ここの町長、裸寺、身延町ですね、ここは。身延町町長選挙ポスター掲示、なんだこんだって、あのおっさん2人で一騎打ちで、まあ、裸島の由来、地名の由来が書いてありますね、この駅のところに。本当に、まあ以上はこういう感じでございます。で裸島駅から今戻りますけどね、まあこんな感じでございます。以上ですね、うん、でここ駐車場なめっちゃ止め放題なのかなと思ったら、実は月決め駐車場でございます。月決め駐車場ですね。小学校の頃月局月局って呼んでて笑われた記憶があります。月決め駐車場なんですよね、ここ全部ね。それで、まあ戻りますけどね。まあこういう感じで駅に向かうと、ワンマンカーの乗り方って書いてますね。後ろから待って前降りだと。後ろ乗り前降りで料金払いなさいというような感じでございます。まあ18切符とか使ってる関係ないんですけどね、そこのとこ。で、こういうふうに戻っていくと、まあ駅に登るというような感じで。結構暑いっす。昼の1時ということで気温も高い時期なんでね。でございました。以上、裸島。でございましたね。